はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、ミニプラ手裏剣合体シリーズ手裏剣人です。はい、今年もやってまいりましたね、うん、ミニプラの、こちらはですね、手裏剣人ですね、うん、スーパー戦隊シリーズの前回の特急ジャーは大変ですね、良い出来でしたね、うん、デラックスではできない関節の動きとか、うん、すごく、テレビ版に似たような動きが再現できてね、うん、よかったんですけど、今回はこちらの手裏剣人ですね、ニンニンジャーのやつです、うん、で手裏剣人はデラックス版がね結構動くからね、うん、だからまあこっちもそれなりに動いてくれるんじゃないかなと期待しております、うん、はい、ちなみにこちら01で、ほともにんは忍び丸ですね、はい、で他にもですねラインナップ4つされてまして、全部集めると手裏剣人と手裏剣人ドラゴに変形させることができるね、うん、うちらですねすでに、こちら4体買っておりまして、こんな感じに出来上がっておりますね、うん、忍び丸だけ売ってなかったんだよ、そう、そうでこの辺でメインが乗っからないっていうですね、うん、こんな状態でしばらく過ごしてたんですけども、ようやくね今日見つけてきたので、うん、今回これを作っていきたいと思います。手裏剣人、はい、あ、やっぱり思った通りパーツは少なそうだね、うん、忍び丸とこれなんだっけ、おともに手裏剣か、うん、あ、これだけだね、では作っていきましょう、うん、はい、ということで完成しました。こちらがおともにんの忍び丸ですね、うん、はい、そして、この忍び丸にはこのおともにん手裏剣、これがついてきましたね、うん、はい、こんな感じです。今回やっぱちっちゃかったね、うん、うん、ダンプ丸とかすごいでかかったからね、うん、はい、でね、今ねここに手裏剣人中途半端に出来上がってますので、この忍び丸搭載してみましょうか、うん、あ、今なんか落ちちゃったシール、あ、シール剥がれちゃった。やっぱねミニプラはねシールがね剥がれやすいんだよね、そこがちょっとなんだよな。まずは座らせました。座らせモードにしてここに設置、座った、そしてお供に手裏剣ここにセットして完成だ。これで手裏剣人でこでこいいじゃん、いいね、やっぱりねほぼね今までこの4体作ってたけど、ほぼほぼデラックスと一緒だよね、動き方とかはね、うんうん、だけど手が曲がるのは今回、 あ、そうだね、ここのね肘の関節は曲がるよね、うんうん、やっぱそこあたりがミニプラかなって感じだね、うん、反対側曲がんないんだよなこれ、そうだね反対側曲がんないんだよな、でもまあいいですね、うん、はい、デラックス手裏剣人と比べるとこんな感じですね、うん、かなりの大きさの差があるけど、うん、でもほぼほぼ動き方は一緒なんだよね、うん、うん、だからねこれで、十分遊べると思いますね、うん、うん、安いし、ね、やっぱ簡単にパキパキ折って作れるでしょ、うん、ミニプラだとね、うん、だからお外で遊び行っても作れるし、うん、手軽ってところがいいね、うんうん、ちょっと音はなんないけどね、うん、あと銀ピカシールがちょっと剥がれやすいかな、うん、そこが難点だね、うん、じゃあ次に、手裏剣人ドラゴンも作ってみようか、うん、はい、はい、手裏剣人ドラゴンできましたね、うん、これもなかなか完成度高いよね、うん、ミニプラよくできてますね、うん、ただ問題なのがちょっと羽がちっちゃいかなって感じかな、うん、だって動くんだね、あー、そっかそっかそっか、そうだね、うん、そういう意味ではミニプラの方がいいかな、うん、こっちも動かないから取れちゃうよね取れた、こういうのしかないからさ、そうかそうかそうか、やっぱりあれかな、この手裏剣人の状態が一番いいね、うん、なんでかというと盾が標準装備で剣も持ってるしね、うんうん、これが一番今のところはパパ好きかな、うんうん、今後ね多分おともにシリーズがこのミニプラから出てくると思いますので、うん、それもですねちょっと気に入ったら動画作ろうかな、うん、その辺ちょっと分かんないけど流動的にやっていきたいと思います、うん、多分パオンマルというフォーマルだね、そうだね、まだ分かんないけどね、はい、ということで今回はミニプラ手裏剣合体シリーズ手裏剣人でした。